退去費用の裏事情がやばい。今回は不動産の経験があるこの私が楽に退去費用を抑える裏技方法を教えます。基本的にハウスクリーニングを払っていればがっつり掃除しなくても全然いい。フィルターは多少のホコリは放置で OK。 さすがにこれは掃除する。キッチンはレンジフードが回っていれば OK。 これも汚いから掃除する。お風呂場のカビは多少の汚れは放置で OK。 汚いから掃除。排水口は詰まってなければ OK。 詰まってるから掃除する。トイレはおぶつが飛び散ってなければ OK。 住んでいると必然的に汚れるのは当たり前です。退去の立ち会いの前に賃貸借契約書を確認しておきましょう。知人を喜ばすために勝手に鍵取って入居前掃除してきた。まずはお部屋の床掃除。クリーニング済みでも結構汚れてることがあるから掃除してみて。次はフィルターの設置。先にフィルターをつけておけばホコリ汚れ掃除は一切しなくて済むからめっちゃいいで。エアコンのフィルター設置だけじゃなくてキッチンの換気扇のフィルター設置は油がベタついて掃除めっちゃしにくいから先にやっとくべし。水回りのマスキングテープは絶対やっといてくれ。汚れカビ対策にもなるからおすすめ。ついでにカビ対策にもなる防カビくんもやっとこう。虫嫌いは絶対にバルさんは対等でほうがいい。洗面台シンクの水垢対策として撥水スプレーをかけると水が弾くからめっちゃおすすめ。隙間掃除めっちゃめんどくさいから隙間ガードを設置しとくのよし。今やっとけばあと楽やで。